こんにちは、竹村です。近くですいません、ちょっと声が出ないもんで、今日はファミマさんの方行ってまいりました。そこで新発売のたらこコンボおにぎり買ってまいりましたので、今日はこちらの動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。ふっくら粒立ち米、お値段は税込み130円です。エネルギーの方も左下書いてございますね。1本あたり204キロカロリーということです。それでは原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。だし風味ご飯、焼きたらこ、たらこ、醤油だれ、ごま入り、昆布、つくだ煮、海苔、調味料、pH 調整剤、増粘剤、あとはグリシン、清酒、着色料、酸化防止剤ですね。乳化剤、香料、酵素、発色剤です。あ、これもしのぶフーズさんの商品ですね。うまいに決まってますよね。はい、こちらがたらこ昆布おにぎりの中身なんですけれども、これも具少ないっすよね。めちゃくちゃ少ないんちゃいます？ちょっと期待してたんですけれども残念です。お味の方それではチェックしてみたいと思います。お味の方はバッチリうまいです。米もそうですね、ちょっと弾力感があって噛み応えがあるというか、であと海苔はもう最初から巻いてあるんでベタっとした感じなんですけれども、風味がちゃんと海苔の風味が出ていて、あとそうですね、たらこが結構いい塩加減で、昆布と混ざり合ってまろやかにいただけるテイストになってます。でただやっぱりこっちは噛んでない方なんですけれども、具が少ないです。すいません、声小さくて。それでは片山ですが、締めさせていただきたいと思います。